皆様こんにちは。札幌グルメひんなひんなの宗です。本日ですねご紹介いたしますのは、小鳥のね洋食屋さんユニベール S というお店でございます。以前、前回ねオニオンチョッパーさんをご紹介したんですが、もうね、双璧をなすというかですね、他にもアイネクライネハタモジクみたいな有名店もあるんですけども、本当にこの2強3強というぐらいに入る素晴らしい洋食屋さんのご紹介でございます。何がすごいかと言いますと、オニオンチョッパーさんはね、大変リーズナブルで、本当にね親しみやすい老舗なんですけども、ユニベール S さんはねちょっと高級路線というかですね、ランチを食べても大体2,000〜3,000円ぐらいで、そんなめちゃめちゃお高いわけじゃないんですが、食器の素晴らしさですね、綺麗さから、食材、店内のこだわりまでですね、かなり満足していただける。どっちかというと、ちょっとね、優雅な女子会なんかにね、とかランチ会なんかに使っていただけると最高のお店じゃないかと思って今回ご紹介したいと思います。中でもね、今回ね、すごい写真だとかで見てて気になってました。ミックスフライ定食。定食というかミックスフライっていうものを、あとプリン、モードじゃなかったですね、何かこうデザートをご紹介したいと思います。めちゃくちゃ素敵なお店でございましたので、ぜひ行っていただきたい。ではどうぞ。